ってまいりました。今日は空いてます。篠田様いらっしゃいますか。篠田様ちょっとね、部活が終わってすぐにちょっと来てみたんですけど、もう並んでて、今ちょっと並びにかけました。ちょっとね、まあでもそんなにいっぱいいなかったんで、はい、並んで入りたいと思います。こちら入ってこれました。鬼滅の刃メニュー、はい、はい、こちら来ました。甘露寺蜜芋の福井天堂です。綺麗なランチョンマットがついてていいですね。これね、大盛りらしいです。まあ甘露寺さんですからね。はい、はい、それでは開けてみましょう。すごいですね。彼女さんって天丼大好きですからね。イクロさんと一緒に食べに行ってた天丼だったと思う。はい、いやすごい美味しそうです。お汁も、さっきなんかあのお魚教えてくれたの忘れちゃった詐欺じゃないですね。エビがめっちゃ詰まってます、これはうまい。女性は結構きついかもしれませんよ。これで結構、うん、ちょっとね、いつもの昼ご飯よりだいぶ多いです。最近昼抜いてたんで胃がびっくりしてるかもしれません。全メニュー制覇しましょう。終わりまでに行ってやりますよ。はい、ごちそうさまでした。美味しかったですね、めちゃくちゃ。そしてさすが彼女さんメニューでめちゃくちゃ量も多いかったです。大盛りなんです、この標準が。でもなんか大盛りじゃなくしてもらうこともできるみたいなので、はい、ちょっとご自分のね、胃袋と相談してやってみてください。からちょっとまたね来て全メニュー制覇したいなと思いますので、また見てください。なんとですね、最後にこんなランチョンマットまでもらいました。こっちがランチョンマットだ。マット縫製品、はい、売ってませんこちら。いや、この刀鍛冶の里の名シーンがちょっと終わったランチョンマット。このね、ご飯持ってくとこも私大好きなんですけど、
そこのシーンめっちゃ好きですよ。いやいいですね。はい、魚達さんね、すごくあのめちゃめちゃ美味しかったですよ。あのエビとか白身魚とかぎっしりで、あのすごく大満足でした。他のメニューもねめちゃくちゃ楽しみなので、ちょっとここからですね、もう部活帰りを魚達にしてですね、コラボメニュー全部食べたいなと思います。はい、全然ね良心的で、普通の刺身定食とかと大して変わんない値段なんで、そもそもその魚達さんの料理の値段で出してるっていう、ね、コラボメニューだからなんか高くするとかそういうことはなくて、はい、素晴らしいお店だなと思います。はい、はい、じゃあぜひですね皆さん、鬼滅の刃夢国の旅、この後もまだ2月までやってますので、お楽しみください。ではでは。